皆さんこんにちは、しのたんです。はい、お待たせいたしました。やっとルームツアーをしたいと思います。本当にお待たせいたしました。多分ルームツアーのリクエストが一番多かったんですけど、だいぶもう完成してきたかな。まだちょっと頼み中のものだったりとか改善したいなって思ってるところはあるんですけど、とりあえずリクエストもたくさんいただいていたので紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあまず玄関がこんな感じです。あんまり詳しくは見せられないんですけど、お気に入りのものがあって、このね、椅子なんですけど、普段はここにパンって帰ってきた時に鍵置いたりとか、そんな感じで使ったりもするし、靴履く時とか座って履きたいなっていう時とかも座れるし。でね、この柄、ゼブラ柄なんですけど、私本当にこういう柄大好きで、これもねとっても気に入ってます。これはアンティークショップ、ヴィンテージショップみたいなところで買いました。今回家具は下に詳しくまたリンク貼れるものは貼ったりとかしようかなっていう風に思ってます。なので概要欄もぜひ見てみてください。形も結構可愛いんですけど、これをね一つポンと置いてます。でもなんか本当はここにお花とか植物系置きたいなっていう風に思ってるんですけど、まだそれは考え中です。で、靴もこんな感じでバーってあって、収納もたくさんあって、ちょっとこういう感じで結構詰め詰めなんですけど、こんな感じで、まあスニーカーゾーンだったりとか、こっちにもバーってシューズがたくさんあります。じゃあ中に入っていきましょう。じゃーん、こんな感じです。じゃあまずキッチンをちらっと紹介しようかな。なんかまたもし気になる方がいれば収納とかも紹介しようかなって思うんですけど、シナハンの動画でもちらっと映ってたと思うんですけど、こんな感じですね。キッチンマットはホワイトです。オーブントースター、これも動画で使ってたツインシェフ、めちゃくちゃ便利で最近ずっとこれ使ってます。ちなみに今日はね、朝炊き込みご飯を作りました。鮭と大葉とごまの炊き込みご飯、後でちょっと冷凍しておきます、小分けにして。これが冷蔵庫ですね。これも前の家から使ってるお気に入りの黒の冷蔵庫、サイズもコンパクトでデザインもなんかシックな感じで気に入ってます。では撮影部屋をお見せします。こんな感じです。もう撮影部屋はね、なんかそこまでまだ完成っていう感じではないんですけど、とりあえずまあこんな感じですね。撮影部屋に一応ドレッサー置いてて、これは前に収納紹介で紹介したので、ぜひそちらを見てみてください。撮影で使うライトと三脚があって、この棚、前にね動画でもちらっと映ってた時に、どこの棚ですかとか質問があったんですけど、もともと家に付いてたやつなので新しく買ったものとかではないです。ここもねまだちょっと考え中ではあるんですけど、なんかお気に入りのバッグだったりとか、ちょっとした小物とかをバランスを見ながら置いて飾ってみました。結構ここは気に入ってますね。パッケージが可愛いのでファンデーション置いたりとか、ここにはマックのリップがあったり、この後ろのやつは化粧水なんですけど、ストックでまだ使ってなくて、これもなんかパッケージが可愛いので置いたりしてます。これシャネルのミラーもらった時についてた箱なんですけど、やっぱりなんかちょっと気分が上がるっていうか、可愛くて、でしかもすごいサイズも良くて磁石になってるので、この中にはアクセサリーを入れてます。これはなんか持ち運ぶ時とかに使う巾着なんですけど、こんな感じで、こっちには特に使うなっていうアクセサリーを入れてます。結構ぐちゃぐちゃなんですけど、ここに入れてますね。でこの手のやつなんですけど、これすごい可愛くて気に入ってて、 IKEA で買いました。リングをこんな感じでかけたりして置いてます。これは香水で、これディフューザーなんですけど、もったいなくてまだ使えてないやつです。でこれはいつも応援してくれてる方が書いてくれて、これを額縁に入れてくれたもので、めちゃくちゃ気に入ってて飾ってます。でこれはアルバムで、これは銀の盾ですね。10万人登録の銀の盾です。でそしてこっち側、あのね、まずこれは絨毯というか布なんですけど、これは前の家から使ってた背景布なんですけど、今でもルックブック撮る時とかに下に引いて、この上は土足は OK にしてるので、自分のルールでそうだから、これはねいつでもルックブック撮れるようにそのまま引いちゃってます。でこのねカーペットなんですけど、これはねどうしようかなってめちゃめちゃ迷ってて、前の家から持ってきたやつなんですけど、いらないっちゃいらないんですよね。でもなんか捨てるのもなっていうので置いてあるんですけど、まあ、いずれは多分処分するかな。使う目的がなかったら処分します。あの奥もそうですね、あの奥もカーペットなんですけど、あれも使ってないです。でここにはラックがあります。まあ冬物の
のアウターをね、こんな感じでずらーっとかけてます。ルックブック撮るときはこのラックを使うので、アウターはハンガーから全部外してとりあえずはけておいて、ルックブックで使う服をかけて撮影って感じです。で、この椅子なんですけど、これめっちゃ気に入ってます。ワシリーチェアっていうデザイナー家具で、海外のインスタグラマーさんとかもうフィード投稿とかにすごく出てきていて、どこのだろうってめちゃくちゃ探してて、そしたらワシリーチェアっていうもので、これは楽天で買ったかな、楽天で買いました。ちょっとねお高い椅子なんですけど、でもすごく気に入ってて、インスタの写真撮る時とかに結構使ったりしてます。このフォルムが可愛いんですよね。シンプルだけどデザインがすごいこだわられてて、結構大きめな椅子なんですけど存在感もあって、なんかちょっとこんな感じで無防備に置くのもったいないなって思いつつも、でも写真撮る時とかバーって撮れるのでここに置いちゃってます。でこっちはクローゼットなんですけど、長くなりそうなので、またクローゼットはクローゼットで別の動画であげようかなって考え中なので、もし見たいっていう方いればぜひコメントお願いしますということで、撮影部屋はまあこんな感じでした。はい、では寝室に行きたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じでーす。掃除機があります。この掃除機がね、本当にどうしようって思って、可愛くないですよね、やっぱこの掃除機。でも必要なんですよね。ここに置いちゃう。はい、まあこれはね、目をつぶってください。はい。ベッドとかはこんな感じになっております。ちょっとね、あっちら辺まだ汚いんですけど、サイドテーブルからいきますか。この花瓶、これ一応フラワーベースなんですけど、これは H&M ホームで買いました。ちょっとこうボディーモチーフというか、最近こういうね花瓶めちゃくちゃ見かけると思うんですけど、 H&M ね売ってて、これをね私は買いました。でこの葉っぱは偽物なんですけど、 IKEA だったかな、 IKEA の偽物の葉っぱです。というこのプレートというかなんですけど、ここにはまあ香水、これはねインテリアとして飾ってる感じです。実際にここでは使わないんですけど、香水だったり、これはねフレグランスミストで、柔らかい感じの香りなので、寝る前とかに、なんて言うんでしたっけ、ピローフレグランス、なんて言うんだったっけ、あの寝る前とかにちょっと寝具に振ったりとかして、いい香りで眠りについたりします。でこれはハンドクリームですね。本当に最近乾燥がひどいので、寝る前はこのハンドクリーム、これベレダのやつなんですけど、めっじゃあ使ってます。これも髪の時にいただいたもので、これもねとっても気に入って使ってます。もうほんとないんですけど、これもその髪の時にいただいた置物、なんかね気温だったかなによって、この中の結晶みたいなのが変わるんですけど、すごい素敵だなと思ってここに置いてます。でこのマーブルのプレートも H&M ホームかなで買いました。この奥のライト、このライトが合ってなくはないと思うんですけど、なんかちょっともうちょっと雰囲気のあるものに変えようかなって考え中なんですが、一応前の家に使ってたやつなのでこれ使ってます。これはね IKEA で買いました。でこのサイドテーブル、このブラウンのサイドテーブルなんですけど、これもね IKEA のやつです。これはリモコンですね、なんだっけめっちゃ忘れた。ポップインアラジンのリモコンなんですけど、なんて言うんだっけ、スクリーンみたいな、あプロジェクター、プロジェクターのリモコンです。プロジェクターはねポップインアラジンを使ってます。よく質問いただくんですけど、また後でちょっと紹介しますね。でこの中にはゴミ箱を入れてます。なんかあんまりゴミ箱見えるのもなって思って入れてます。奥にはベッドのフレームにこうつけて、スマホをここに挟んで見れるやつなんですけど、これもたまに使うのでここに入れてます。こんな感じですね。でなんか全体的にお部屋の雰囲気は白黒ベースにしようと思ってるんですけど、寝室はちょっと温かみがある感じでもいいかなっていう風に思って、このサイドテーブルは濃いめのブラウンにしました。結構気に入ってますこれ。じゃあそしたらベッドですね。ベッドフレームはニトリで買いました。これが引き出しになってて、ここの中にちょっとなんか洋服入れたりしてるんですけど、まだスカスカなんですけど、数ヶ月後にはパンパンになってるんじゃないかなって気がするんですが、収納もあって結構高さは高めなんですけど、マットレスもこれはニトリかなで買いました。でこの毛布なんですけど、これはねザラホームのやつです。すごい気持ちよくて、季節的に寒いので毛布をかけてます。このベッドシーツもザラホームかな。ベッドカバーは IKEA だったかな。でねちょっとベージュがかってるんですよ、このベッドカバーが。ホワイトにしたいなって思ってます。ここもなんかちょっと色の違いが気持ち悪くて、ここはホワイトにする予定です。枕カバーもこんな感じで、これはどこだったかな、普通に Amazon とかなんか楽天とかで適当に買った気がします。枕も奥には我が家のペット二郎くんっていう犬の
ぬいぐるみですね。結構大きいんですけど、ベッドに置いてます。こっち側はクッションが結構あるんですけど、クッションなんかよく考えたらそんないらないなと思って今使い道がなくてここに置いてます。これはあの毛布と同じ素材のやつで、これもザロホームのやつですね。でここはタンスなんですけど、これはね楽天アマゾンで買いました。前の家の時に収納がなさすぎて買い足したやつなんですけど、これともう一個あるんですよまさかの2台あって、ここには結構ねパンパンに入ってます。でこのフラワーベース3つは全部 H&M ホームです。 H&M ホームね可愛いんですよね。お値段もまあそこまで高くはないので見てみてください。ぜひこの葉っぱ、これもさっきの葉っぱと同じですね。偽物の IKEA の葉っぱです。これはね本当はねライトなんですよ。これ中に電球入れてライトとして使えるんですけど、中の電球を買いそびれて結局ライトとして使ってないっていうIKEA のやつです。これは可愛いですよね。これもなんかで、ここにまたこれ収納があります、まあ、こっちの棚の上にはどうしようってまだ考えてなくって、これからまたなんかいろいろ集めていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずこの前の家の時に飾ってた、これもフラワーベースですね。置いてるは置いてるんですけど、これ別になくてもあってもいいかなみたいな。こっちもね収納があります。で見えるかな、プロジェクターなんですけど、これがポップインアラジンで、これをこうピッてつけるとあっちに映し出されます。こんな感じ で電気ちょっと消して、これがねすごいいい空間になるんですよ。ネットフリックスとか YouTube とかも見れるので、ここでちょっと一休みしたりとか映画見たりドラマ見たり、こんな感じでね YouTube ネットフリックスとかあって、お家で気軽に映画館のような雰囲気が楽しめるという、こんな感じでありますね。まあここでちょっと映画見たりもします。ということで寝室はこんな感じです。ではラストですね、リビング紹介します。このような感じになっております。じゃあまずこっち側から紹介しますか。リビングはねやっぱ私一番いる時間が長いお部屋なので、結構こだわって家具とかインテリアとか集めました。まずこれがねオーガスタちゃんですね。私初めて観葉植物を買ったんですけど、やっぱ観葉植物があるとお部屋の雰囲気が全然違いますね。なんかすごい気持ちがすっきりするし、これは買ってよかったなと思います。結構大きめで15サイズのやつなんですけど、存在感もバッチリで育てております。頑張ってます、初心者なりに。続いてこの椅子なんですけど、これがねあの前言ってたずっと欲しかった探してた椅子ってやつで、めちゃくちゃ可愛いんですよ。さっきの椅子もすごい気に入ってるんですけど、この椅子が LC1 っていう、これもデザイナー家具なんですけど、ルーコルビジェっていうデザイナーさんがデザインした家具で、すっごい気に入ってます。可愛いんですよねこれが。これもインスタとか YouTube とかで海外の方がよく紹介してて、それを見てわ欲しいなと思ってて調べ上げてこれもね楽天で買ったんですよ。でなんかこれはね何だったっけな、なんとか家具でいろんなブランドから出てるんですけど、なんか結構コロナの関係で今受注を中止してるとかっていうお店が多くて、で私一回これを見つけた時にどのぐらいだったかな、6万7万ぐらいだったかな、結構これもお高い家具なんですけど、で注文したんですけど、注文した後にこれ今コロナの影響で受注を中止していてって言われて、ずっと欲しかったのでマジかってめちゃくちゃ悩んだんですけど、めげずに探していろんなところに問い合わせして、どこも結構やっぱコロナの影響受けてるらしくあんまり販売してなかったんですけど、楽天のヴィンテージであったんですよこれが。でもヴィンテージなのでだいぶお安く2万ちょっとぐらいかなで買えたんですけど、確かにちょっと使用感というかはあるんですけど、ヴィンテージだしリサイクルっていうかにもなるし、私ずっと探してた椅子だったので、これはもう運命の出会いだと思って即購入しました。やっぱ可愛くて気に入ってます。なんでここに置いてるかって言われたら特にあの意味はないんですけど、椅子としての意味はそんなに私は求めてなくて、やっぱ自分の好きな空間にしたかったので、インテリアとしてやっぱ飾っておいてます。ポニースキンでねすごい気に入っております。で続いてこっち、これもねとっても気に入ってるんですよ。やっぱシャレなお部屋にしたいなって思った時にこういう絵みたいな、これはアートパネルなんですけど、こういうのは欲しいなと思ってて、やっぱ賃貸なので壁に飾るのはちょっとなっていうことで今床に置いてます。これ気づきましたか、インスタでもなんか最近雰囲気画像みたいな感じで投稿してるんですけど、自分で文字を配置してオリジナルで作ったんですよこのアートパネル。実はアベモアっていう風に書いてあります。これはねこういうデザインのスウェットがあって、それをモチーフにちょっと作ってみました。こっちはねブラックなんですけど、これもデイズインザスポットライトっていうリッツスウェットがあるんですけど、これもそれをちょっとイメージして作ってみました。これも結構気に入ってますね。だいぶでかいんですけど、こっちはすごい存在感もあって
気に入ってます。でその後ろのタンス、これは前の家から持ってきたやつで、イケアで買ったかな。ここにはね服が入ってます。でその上なんですけど、じゃーん、こんな感じで、ここも割と気に入ってるかな。お気に入りのものを詰め込んだっていう感じです。まずここは香水とかわーってあります。結構いつも使ってる香水、だいたいこのディオールの香水とアルジェラの香水を使ってるんですけど、ここにわーって香水を入れてて、でこのケースみたいなやつは H&M ホームで買いました。でその上の鏡、これはなんかこういう丸い感じのブラックのフレームで鏡がここに置きたいなって思ってて、で結構サイズ質感も収まりもいいし、このぐらいのものを探してて、ネットでたまたま見つけたので買いました。これはあのザラとジョーマローンがコラボした香水ですね。でこれはルームスプレーです。こっち、これがね顔の形のフラワーベースなんですけど、これも H&M ホームで買いました。ここにはまあお出かけの時に持っていく財布だったりとか巾着、それが入ってます。でここはエアポッツケースですね。でこっちには普段リングを入れてるんですけど、今ちょっとねつけてるので少ないんですけど、普段はリングをここに置いてます。でこれがこのエアポッツケース、これはねバーバリーのやつで友達からもらったんですけど、誕生日に、その時についてきた箱がすごい可愛いので、ここには鍵を入れてますね。これもケースなんですけど、普段持っていくようなもの、ティッシュとか鏡とかミンティアとかが入ってますが、このケースも H&M ホームで買いました。ということで、まあ、この一角はこんな感じです。このスペース私めちゃくちゃ気に入ってます。あ、でその上行くと、これもねすごい気に入ってるんですけど、これがシーリングライトで、これはね楽天で買いました。1万ちょっとぐらいで、すごいお手頃な価格だったんですけど、デザインがめちゃくちゃ可愛くて、やっぱこのメタリック調なのがねすごい私は可愛いなと思って、これもね電気つけるとまた雰囲気が変わって、じゃん、こんな感じ。すごいね、この綺麗なんですよ。わかるかな、電気をつけるとね、このガラスのところがちょっと透けてめちゃくちゃ雰囲気が出るんですよね。めっちゃ気に入ってます。こんな感じでね、まあ、あまりこのライトだけで生活することはないんですけど、でも普通にデザイン性とかも可愛いし、あるだけで結構やっぱ雰囲気が変わるので、これも買ってよかったなってすごく思ってます。でこっち側に行くと全身鏡で、大きめの鏡が欲しくって、フレームはブラックのものを私は選びました。いつもここでコーディネート見ながら決めたりとかしてますね。続いてこちらでございます。ここもねだいぶこだわりました。私もういろんな通販を見まくって、理想と照らし合わせながら決めていきましたね。じゃあまずこのゴミ箱、ちょっとメタリックな感じで、無機質というか当たり障りのない感じなんですけど、これがこうやって蓋ができるんですよ。こうやってタッチ式で開くんですけど、それがすごいいいなと思って IKEA で買いました。サイズもすごいコンパクトだし気に入ってます。続いてこのソファーですね。今回のお部屋のコンセプト的におしゃれなんだけど居心地のいい部屋にしたくて、私ローソファーがすごい好きなんですよ。なんか安心感があるっていうか、絶対新居はローソファーにしようと思ったんですけど、これはね同屋で買いました。サイズもちょうどいいし、で L 字になってるので、あそこで足伸ばしたりとかもできるし、高さもめちゃくちゃいいし、色も濃いめのグレーでお部屋も閉まるし、すごい気に入ってます。座り心地もね結構いいですね。一日の大体ここにいますカーペットはあのキッチンマットと同じやつなんですけど、もともとカーペットだったんですよ、キッチンマットも。でこのカーペットが楽天で買ったんですけど、カットをしてくれるカーペットで、でちょうど切ってもらったサイズがキッチンに使えそうだなと思って、切ってもらったやつがいるかいらないか選択できるんですけど、私はもらってそれをキッチンに引いてるんですけど、毛足も短いので掃除もしやすいし、なんて言うんですかね、普通って言うとあれですけど、デザインもなければモフモフとかそういうわけでもないんですけど、シンプルでとっても気に入ってます。気持ちいいは気持ちいいですね。これも続いてこちらの机、これもねめっちゃ気に入ってるんですよ。今回モノトーンでまとめたかったので、コンクリート風の机を選びました。これもね楽天で、もうほとんど楽天なんですけど、楽天で買って、でこれ実際実は木なんですよね。木になんか多分コンクリートっぽい感じのものを貼っつけてるのかな。正方形のサイズで、足もねこういう感じでちっちゃめな足なので、この中に足も入れれるし、座りづらいなっていう感じもないので、これも結構気に入ってます。このティッシュケースも気に入ってるので、ちょっと紹介させてほしいんですけど、これもね楽天で買いました。ちょっとキルティングっぽい感じのね、結構高級そうなティッシュケースに見えるかなって思うんですけど、高さはこれ高いんですよ。で私今使ってるティッシュがちょっと高めのティッシュで、普通のティッシュケースとかだと入らないとかあるんですけど、これはちゃんと入るので、そこも気に入ってこれを
買いました。でね、リモコンはね、ほんとどうしようかなって思ってます。なんか可愛くないので、リモコンってそうだからね、しまいたいんですけど、なんかしまうのめんどくさいしなと思って今考え中です。何かいいものがあればぜひ教えてください。続いてこちらですね、テレビゾーン、こんな感じになっております。ここもね、めっちゃ気に入ってるんですよね。まずこっちからいきますか。ブックラック、これはアマゾンで買いました。私トリプル A さんのファンクラブに入っているので、届いた開封でちょっとお部屋の雰囲気的にモノクロの表紙だったりとかっていうものを集めて、これ一部なんですけど飾ったりしてます。これは八代さんの写真集ですね。でここには自分のね、ブランドのアベマーのルックブック、裏ね私なんですけど、さすがに私をこう飾るのはねちょっと違うなと思って、裏表紙のアベマっていうシンプルな方を表に向けて飾ってます。これは毛布ですね。セブラの毛布どこで買ったんだろうドンキとか多分なんかそういう系だと思うんですけど、これはずっと使ってますね、あったかいので。続いてこっち側、このフラワーベース、これもね H&M ホームですね。ブラックのフラワーベースと奥の大きめのちょっと丸い感じのフラワーベースもH&M ホームです。でこのお花、これは造花なんですけど、これはニトリで買いました。テレビ、これは前の家からずっと使ってるやつです。でね、このライト、これがもう大のお気に入り。このね、形がめっちゃ可愛いんですよ。ちょっとカーブがかってて丸くて、でメタリックなので、さっきのあのライトとも合うし、あのゴミ箱とも合うかなって思うんですけど、そう、これもね気に入ってて、これもねライトなので一応電気はつくんですけど、これもあんまりライトとしては使わないんですけど、インテリアみたいな感じで私は置いてます。でもつけるときはこのスイッチがコードについてるので、これを押すとこんな感じで光ります。なんか電気消したりとかしてこの間接照明で過ごすのもありかな。オレンジっぽい感じの明かりで温かみのあるカラーでとっても綺麗です。そしてこのテレビ台、このテレビ台はニトリで買ったもので、前の家から持ってきたものです。まあ、中はハードディスクが入ってたりとか、雑誌がバーって入ってたりとか、アルバムが入ってたりとか、ライブ DVD が入ってます。そしてここも引き出しがあるんですけど、この中にはまあコードとかなんかそういうのも入れてます。続いてこっち側ですね、この電気の時計なんですけど、これは結構質問でも毎回いただくんですけど、 Amazon で買いました。デジタル時計みたいな感じで調べれば出てくると思います。でこの奥のポスター、ちょっとすいません、こっちから紹介するか。これがまあ加湿器なんですけど、ちょっと心もとないちっちゃい加湿器なんですけど、とりあえずと思って買いました。まあ、コンパクトなので寝室に持ってって寝る時とかにもつけたりしてます。でこの奥のポスターなんですけど、オーストラリアかななんかのブランドで、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ダブが確かついたんですけど、そこのポスターで可愛くて気に入ってます。額縁はねキャンドゥで買いました。ということでこちらリビングはこんな感じでございます。スリッパ脱ぎっぱなしでしたよね。ちなみにザラホームのスリッパです。はい、というわけでこんな感じでございました。引っ越す時にインテリアとかレイアウトとか考えていて、まあ、さっきもちらっと話したんですけど、おしゃれでモダンな感じだけどでも居心地がいい。やっぱ仕事柄もねずっと家にいるし、時世的にも今は家にいる時間が多いので、居心地はいいお部屋にしたいっていうふうに思ってて、自分なりにソファーをちょっと低めにしたりとか、家具もね前の家はちょっと家の大きさの割合に対しての家具の大きさが大きかったりとか、物が多かったりとかしたので広くなったっていうのもあるんですけど、あんまり家具を詰め込みすぎない感じで結構スペースは作ったりとか、いろいろ工夫はしてます。インテリアの雰囲気とかもモノトーンで揃えたりとか、本当に自分がこれが可愛いって思えるものを集めようと思ってたので、だいぶそれが集まってきて自分の好きな空間を作っていけてるので、やっぱなんか気持ちも上がるし、自分の満足いくものを時間をかけて集めていくとか、なんかそういうのもやっぱりいいなっていう風に思いました。まだまだ改善していくところとか完成しないところもあるので、そこら辺はまた作っていきたいなっていう風に思っております。あとまあトイレとか洗面所とかなんですけど、トイレはまあ前に動画で紹介したのでそれを見ていただけたらと思います。よく洗面所でこう家バレしちゃうとかっていうのがあるので、あんまり外部まで見せても一人暮らしだしちょっと怖いなって思うので、前回もそうだったんですけど、洗面所は今回もちょっとお見せしないでおこうかなっていう風に思います。今回ルームツアーはこんな感じでございました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。